はい、ではでは改めて今回の企画 V スポーチームでクッキングについて説明していきます。今回は V スポメンバーとゲストがスタジオで料理を作るシェフとリモートで料理の指示をする指示役でペアを組み料理対決をしていく企画です。対決の判定は審査員である私の独断と偏見で決めさせていただきます。はい、でまあ今ね見てと分かる通りですがチーム分けは1チーム目加賀すみれ奈良香チーム、スタジオで料理を作るのは加賀すみれ、リモートで指示を出すのは奈良香となってます。はい、で2チーム目はトナカイと相沢エマチーム、スタジオで料理を作るのはトナカイトさん、リモートで指示を出すのは相沢エマです、はい。皆さんパートナーとのコンビネーションは大丈夫そうですかね。いやもう完璧でしょ。任せろ任せろ。だって相沢とは激浪でしか絡んだことないね。営業には負けんよな、すみません。そんなこと言うけど2人もそんな黙れよ。いや、そうですよね、そうですよね。はい、3回対決をして負けたチームにはあの激論にされる罰ゲームが今回もね用意されてるみたいですけれども、で逆に指示担当の2人にはこれから作る料理のレシピがもうすでに送られているんですけれども、英語のみを使って料理担当をねパートナーに伝えていただきます。マジで頼むぞ。どの食材を使うのかね、どんな順番で料理するかなども全て英語で伝えてください。で料理担当の人は指示担当からの英語の指示を汲み取って料理を作ってください。うわー、おそらくちょっとあのすいません失礼します。あの相沢さん日本語もう喋ってますよね、2回ほど見てちゃんと見てるんでね、頑張ってくださいよ。そろそろスーちゃんの方見ていこうかな。あの加賀さんすいません、こんにちは。その食材ってあの洗ってますか？いや、ノーウォッシング。ノーウォッシング、ノーウォッシング。まあでもめっちゃいい匂いする。盛り付けかな。あでも美味しそう。加賀さんの方に、加賀さん、加賀さん大丈夫ですか？危ない、加賀さん、加賀さん大丈夫ですか？加賀さん、事件ですこれ。加賀さん、ね、気をつけてね、気をつけてね。すみれさん、トナカイトさん、お二人はこの料理何だと思いましたか？餃子です。おー、トナカイトさんは、餃子。わあ、かぶったか。正解です。お題は餃子。じゃあ、うん、お二人のちょっと完成品見ていきましょうかね。お願いします。はい、どうぞ。はい。へえ。これでいい感じか。じゃあこちらがトナカイトエマズ。美味しそう。めっちゃうまそうよ。いや勝ったな。これ申し訳ないけど。両チームどっちともかな、あのフライパンに。水を入れた時の爆発音がすごくて、油マジでちょっとだけじゃないとああなっちゃうんですよ。うん、そうなんだよね。ちょっと多分ね、伝わり方がね悪かったので、ね、ヤッピーとかも油大量に入れてたもんね。だから元気にドバドバ入れたね。気をつけてください、爆発するんだよね本当に。蓋が飛んでいくかと思いました。怖いってマジで。デンジャラス。本当に怖い。自分の分も食べていただきます。じゃあまずスミレチームの方ですね。大丈夫ですよ。ああもう食べていいんですかね。食べていいんですかね、これも。いただきます。あ、そう、スーちゃんの餃子から一旦。じゃあスミレも、スミレの餃子からいただきます。美味しいやつから。は、うん、うん、いただきます。うん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 、え、美味しい。まあ、あ、でも美味しい普通に。うん、うん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 。これは醤油をかけて、そのまま醤油をかけて食べるんですか？うんうんうん、そうです、そうです、そうです。何、そっかそっか、まあ、そこで差出てるな。まあまあまあ、まあ、確かに、うん、まあ、うんうんうん、まあまあまあ美味しいけど、うん、あ、あ、甘いんですけど。甘い、なんかね、レシピの中に砂糖入れろって書いてあったから砂糖を入れました。え、本当にレシピの中に砂糖入れろって書いてました？本当にね、砂糖って書いてあんの。ちょっと砂糖なんてなかったの？え、あ、いや、あれ
藍沢、藍沢砂糖あった、書いてあったんか。あれ砂糖書いてあったんか。エマタソ、エマタソ砂糖は書いてあったんか。圧がすごい。ちなみに書いてあって忘れました。だいでも美味しいかもしれないから、まだまだわかんないです、まあ、まだまあでもまあまずくはなかったです、はい、じゃあトナカイトさんの方も食べていきますか。はい、はい、もうこれ完璧ですよ。なんか俺飲んだけめちゃくちゃ、あのすいませんちょっと1個聞きたいんですけど、うん、タレも作っておりますので、はいはいはい、このタレは一体何が入ってるんですか。まあ、食べてからのお楽しみといいますか。え、待って、くっそ、すごい。あれちょっとだけつけてください。え、なにこれ、臭い。言っていいですか。はい、どうぞ。いただきます。え、怖い、食べるの。ねえ、待って、嘘じゃん。すみれさんも食べてくださいよ、ちゃんと。バレないと思ったらダメだ。見てますよ。私だ。いや、先輩どうですか。出していいよって、お皿出してくれた。そんな、あのね、はい、いや、本当にまずい。まずい、砂糖がやばい。え、この、奈良さんがやばい。なにこのなんか丸やつ。え、まずい。いや、そう、ちょっとデコレーションしようかなって。え、ま、思ったんですよね。まずい、なんやこれ。ねえ、ガチで美味しくないんだけど。ほんまにまずいやん。嘘じゃん、嘘じゃん。本当に美味しくない。何してんねん。ちょっと待って、AD さんもでしょ、これは。もう俺ちゃうわな。まあ、餃子自体は あ、美味しいですか。もうまずいです、うん、カンバスが食べた今紅茶もらったの。なんで、あの、なんか美味しくないわけじゃないんだけど、なんだろうな、はいはい、多分キャベツが少ないのかな。いや、ちょっと待ってください。じゃキャベツか。キャベツが少ないんじゃないんです。キャベツの千切りをしようとしたところ、6、7回ぐらい包丁を振り下ろした時点でストップって言われたんです。ちなみにみじん切りです、餃子は。いや、ごめん、これみじん切りは、みじん切り、あ、みじん切りにしたんですね。はい、待て、相沢。お前本当にしたのかのつもりだったんですけど、あれでみじん切りだと。はい、ちょっと足りなかったかなって。オリジナリティをね、うんうん、いや待って、これなんか正直どっちもどっちだな。え、どっちもどっち、まずくはなかったと。まずい、ギリこっちかな。いや、ギリこっちだな、まあ、うん、ソースも手作りやしな。あ、そう、このソースってあの何が入ってるんですか。なんだと思います。なんかソースもなんかまずい、美味しくないんだよな。え、まずいソース。嘘じゃん。ニンニク、ギャラクシーオリジナル、ニンニク入ってるよね。醤油とソースが入ってます。あー、うん、ベリーキャラクシー。で、あの、すみません、ちょっとここで今スタッフさんがさっきね、日本語の話したじゃないですか。はいはいはい、日本語出したらっていう、うん、相沢が7回、え、で、奈良香が、20回。奈良香さん、ニラっていう、ニラっていうのは英語じゃなく、ニラって英語があるらしいです。ちょっとカタカナよ。そう、カタカナなんだけど。まあそうね。ギャラクシーなんて言ってた、言うたれ。オニオンロンググリーン。あー、でも伝わるな。じゃあ今回、はいはい、餃子対決、今回の勝者はスミレ。イエーイ。さすがに、さすがにね。不安すぎる。これまだあと2回ありますからね。ちょっと何回やんのか。本当に、本当に。料理人のトナカイトさん、はい、加賀すみれさん、はい、料理人です。指示は何の料理だと思いましたか。じゃあ先にトナカイトさんから。まあ、これはオムライスですね。はいはいはい、加賀すみれさんどう思いますか。いや、これはまあオムライスですね。おというわけで、まあ、お二人ともね、はい、作った料理はオムライスということで、まあ、正解です。はい、こちらが、奈良香すみれチームですね。ちょっとアングルずるいわこれ。上から、上から前から見てください。アングルダメです。いや、でもあい料理良くないか。え、ね、いや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 、待ってくださいよ。あの、いやいや待ってくださいよ。いや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 、多分おそらくどっちも愛って書いてあります。どっちも愛。はい、まあ、ありがとうございます。じゃあすみれ奈良香チームの方から食べてみましょうか。はい、綺麗。でも綺麗は綺麗。じゃあいいですか。まあまあ見た目は本当に悪くないですね。あ、こっちベーコン入ってる。え、ベーコン入ってないの。え、入ってないのか、うん、ありえる。あ、うまい。美味しい。うまい。美味しい。
これね、私が好きなタイプのオムライスです。まずい。うまっ、うん、めっちゃ美味しい。家庭的なオムライスっていうの、あ、卵もいい感じにちょっととろっとしてて美味しい。やらか、美味しい。いいです。いいです。それらが10度焼いてたやらかが、ストップストップって、そう、止める、止めるって感じ。止める、書くんや、やっぱり。次、はい、ヘンリーエマの、まあ、見た目はでも本当あんま変わんないですけどね、うんうん、じゃあいただきます。うまっ。いや、美味しいでしょう。あ、めっちゃうまいぞ。あ、味違う。でも、うん、うん、違う。美味しいけど味は違うの。確かに私たち塩コショウとか入れてたからかな。あと生クリーム入れたりしたからか、うんうん、いや、多分俺らベーコンがポリやからしたから、うん、ねえ、食べるの忘れたってこと。そう、忘れてた。確かに入ってないわ。言われるまで気づかなかった、最後。まあでも美味しい、美味しいでしょ。うまい、うん、味美味しいよ、普通に美味しい、うん、よかった。うん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 、いや、素晴らしいな、これは。まあね。うわー、グリーンピース。では、とりあえず判決を下しましょうか。正直に言います、今回の勝者はすみれ奈良香チームです。やったー。いや、あの、違うんですよ、これどっちもマジで普通に美味しかったんですけど。じゃあ、どっちも普通に美味しかったんですけど、卵の感じが私がよく家で作る感じでめちゃ美味しかったんですよね。まあ、ベーコンかな、やっぱ。あ、いいわ、ベーコンですか、ね、うん。いや、ベーコンかー。もうなかったんで。よしよしよし。くそ。どうしました？いや、別に何もない、何もないけどね。納得いってないだけかな。うん、ベーコンがやっぱ、うん、ちょっと大事かな。ギャラクシー。声高い。あ、よかった、うん、さっきのより全然どっちも美味しかった。よかったよかった。よしよし、はい、はい、最後ですね、もう1回戦ありますので、はい、ほう、最後の対決は、ひなのでクッキング。終了、もう終了ですよ、終了ですよ。あの、終了ですよ。え、めっちゃいいじゃん、はい、それ。じゃあ鍋ごと食ってもらうしかないな。なんか、こちらが、すみれ奈良香チーム、もう2品もね、うん、すごい、かわいい、美味しそう、美味しそう、すごいな。でこちらがトナカイと、相沢山チーム、はい、なんか左のなんかスープ入ってるかなって思って、左のお皿の中に入ってます、入ってます。あ、入ってるか、入ってるか、はい、入ってるか。なんかめっちゃクリスマスみたいじゃない、クリスマスパーティーみたい、はい、確かに、素敵ですね、素敵だ、かわいい、かわいい。まあ、お好みでブロッコリーディップしていただいて。先にトナカイとチームから食べようかな。あ、うん、じゃあ、トナカイとチームが作った料理は、これもうギャラクシー言ったってくれ。はい、ポトフです。あー、ポトフ、はい、ポトフといえば、ちょっと結構に時間かけて煮込む料理のイメージありますけど、だと思うじゃないですか。はいはいはい、はい、そうなんですよ。それがね、それも、ギャラクシー愛沢の調理法考えております。なるほど。ただちょっと僕が猫舌なので。え、わかる、私もちょっとゆっくり。ちょっと、はい、じゃあいただきます。いただきます。まだちょっと不安だった人参から。え、うん、まこれかっ、え、かっ、うん、ヘニさん、人参ナイスナイス。私ちょっと人参入ってないからあんま分かんない。え、私のも人参入ってないよ。え、当店自慢の人参が入ってない。自慢なんだ。美味しい、やばい、あっこ。でもそのパリがよ。猫舌にはきついねこれ。やっぱシャウエッセンがうまいわ。え、ね、みんな美味しいよね。何ですか？そういうことじゃない。そうそう、私たちが作ったポトフに入ってさらに美味しい。そうや。あ、でも白菜。そういうことじゃないや。シャウエッセンが美味しいとか。うん、白菜もうまい。そういうことじゃない。誰も近い。ひげが見えてるって。まつげがついてるのめちゃ気になる。確かにまつげついてる。確かにまつげついてるって。めちゃ気になるね。めちゃ。すみれ奈良香チーム。うん、はい。じゃあ何を作ったのか教えていただいて。
はい、こちらはですね、はい、生姜焼きとショートケーキ、はい、おうちデートですよ、彼女が作ってくれる。そうです。じゃあちょっと食べていきましょうかね、うん、じゃあ二人ともいいですか、食べますよ、はい、いただきます。うん、めっちゃ生姜効いてる、うん、うん、おいしい。食べちゃってるか大丈夫か、うん食べてめっちゃうまい、めっちゃ褒めてくれる、めっちゃうまいな。で、この生姜の後の、うん、ポッチャウエッセン、めっちゃうまい。めっちゃウエッセンがうまいんやって。これは奈良香の、うん、いつも普段作ってるレシピってこと？そう、うん、ちょっとね、あの大さじとか言われても目分量だと分かんないから、うんうんうん、なんとなくで大さじ2杯やっつって入れて、うんうんうん、多めになっております。すみれは動いただけで全部奈良香の指示です、うんうん、でも上手だったよ、ちゃんとやってもおいしい。あ、本当に上手だった。じゃあちょっとケーキも食べましょうか。これなんすか？あ、シャンメリー、これちょっとケーキと一緒にシャンメリーも。これなんか生クリームの量はちょっと時間がなくて斜めになってますね3月後半のスキー場みたいになってるぞすごい、クリスマス。うん、パッサパサ。うん、パッサパサ。ちっちゃい頃を思い出すわ、この自分でケーキ作ってさ。これシャンメリーってアルコール入ってますの？入ってないんじゃない？シャンメリーだから。シャンメリーも、いやー美味しいですね。うわあ、マジでクリスマス感すごっ。というわけでそろそろ決めたいんですけど、はい、あのおじさんちょっとあんまり飲みすぎです、食べすぎです。あ、すみません映ってますからね、まだ。すみません、映ってますからね、忘れてました。いやでもどうしよう、引き分け、言い訳なんてない。第三、ありがとうございます。目、ありがとうございました。ですね、今回の対決勝者は、ごめんなさい、ちょっと選べなかったんで、どっちのチームも勝利で、やったー。スミレチーム、5ポイントですね、うん、でヘンディチームが、ね、3ポイント。え、はい、ということは、ということですので、まあそうですね、あの罰ゲームは、あーらー、ちょっとあの受けてどっちも一緒だったんですよ、本当に顔になってる、顔が負けですか、かわいい、負けです、負けですか。罰ゲームは足つぼマットに乗って足踏みをしながら告知を読んでいただきます。本当にやばいんですよ、本当にやばいねんですよ。多分内臓えらいことになってるから多分痛いよ、足つぼ温泉で痛いやつや、ここですよ、で痛いやばそう、かわいそう、いや、これここでもう痛いもん。はい、じゃあそれではヘンディさんよろしくお願いします。いったー、これちょっと待って16種類から選べる缶バッジ、こちらは12月いっぱいまでが当たりて、歩いて、これマジでエグいぞ。ニョンピ、はい、跳ねてみてほしいな。ちゃんとやって。じゃ乗るときにさ、一回ちょっとジャンプして乗ってみよう。ピョンって乗ってみよう。ほんまにやば。本当にダメ。大丈夫。一回だけやってみよう。死なないから。やばかったら降りていいから。足つぼはそんなに怖くない。せーの。本当に怖い。じゃあいいよ、じゃあ普通に乗って、うん、じゃあ告知の続き、バーとして皆様が番組をより楽しめるバーとして活用していきます。クリスマスだしジャンプしてみよう、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプしてみよう、せー、はい、メリークリー、はい、せーの、メリークリー、メリークリー、ヤンピー、メゾか、本当に痛い